長友、大谷さんに対抗心、北朝鮮戦で一発かます模様。テレビをつけると大谷さんばっかり。サッカーも盛り上げないと。21日のホーム北朝鮮戦とほぼ同時刻に試合を行うドジャース大谷にも対抗心を燃やす。代表が結果を出せるように、自分自身も存在を示せるように頑張りたい。負ければかなりインパクト残せるぞ。どっちかっていうと北朝鮮が数字持ってるっていうね。負けるわけないだろ。ドジャースとパドレスの試合とかメジャーリーグマニアぐらいしか見るかよ。山本由伸の先発試合、すまん大谷っていうか山本のデビュー戦だから野球見るわ。かぶるのかよ、わら、負けられない戦いだな。山本由伸が早い回で KO されたらサッカーに勝機あるかも、でも大谷翔平らがいるんだよな。相手が北朝鮮って意味では少し注目されるかも。伊藤が出るから長友派ベンチだろなー。